ここからは記者解説です。マイナス金利解除の決定を受けて何が変わって私たちの生活にはどんな影響があるのか、経済部日銀担当の高瀬康介記者に解説をしてもらいます。高瀬さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まずそもそもなんですけれども今回のマイナス金利政策の解除、うん、マイナス金利というのはマイナス金利政策というものはそもそもどういうものなのでしょうか。 はいこれ、非常になんか複雑な、ね、話のように聞こえますよね。はいあのー、今、これ、イラスト出ておりますけども、日銀というのは、ですね民間の皆さんがお金を預けてる銀行ですね。 ここの預金とかそういった現金をです、ねまあ、預かる、いわば銀行の銀行になります、はい、まあこの銀行の銀行をたる日銀に預けたです、ね、あの預金銀行、金融機関のお金の一部にです、ねあの、要は預けておくと、半ば手数料かのようにです、ね、お金が取られるというです、ね、普通、お金って、柳下さんご存知のように、預けると、むしろ利息がつきますよね、ちょっとね。そうですよね それとは逆で預けたらむしろお金が減るっていうですねちょっと不思議なシステムなんです<ー>で八木下さん仮にですねこれお金預けて自分の減っていくとしたら預けますかいや預けませんよねいやまさにそこでして、はい、であれば金融機関ってやっぱり預けたくないなっていうところで自分で持っていくただ持ってるとしても彼らも私も <laughs> 本当に膨大なお金を持ってるわけにいかないのだったらもう市中にどんどんですね貸して融資やですねそういったところに貸していや要は世の中にお金をたくさん出してですねこうや企業に融資したり個人に融資したりとかっていうことでまあお金っていうのは経済にとって血液みたいなものですからお金をたくさんじゃぶじゃぶ流してですねどうにかして景気を良くしようとこれがあのマイナス金利政策というものですねあ。ということは <laughs> まあ,あ,のある意味こう金融機関民間の金融機関に ちょっとこう損をするではないですけれどもそういった政策にすることによってもっとこうお金の周りを景気を良くするための政策だったとといううことでですすよね本当そうですねそ金融機関からすると日銀に預けたら預けるぐらいだったらとやっぱり思ってもらいたいそういうい政策だと言えますうんそのマイナス金利政策が今回どうして解除されることになった解除されたんでしょうか。うん はい、これあの、会見で植田総裁も言っているんですけれども、もともと日銀というのはです、ね、このマイナス金利政策というのをです、ねあの、物価がです、ね、いや今、デフレの状態と長く日本、言われてきましたけれども、物価がです、ね、安定して2%ずつぐらい上がっていく、さらにそれに伴った形で賃金が上がる、まあえー、物価と賃金の好循環と言っているんですが、これが安定して、しかも、えー、継続的に。 見込める状況になった時にはこのマイナス金利を解除すると言っていたんですね。で、ここに当たってですね、この3月春闘でも大幅な賃上げの回答が去年に続いて相次ぎました。やはりここがですね、最大のポイントになったと言えます。はい、これをもってですね、先ほど申し上げた賃金と物価の好循環が実現がもう見通せる状況になったと判断したことで、このマイナス金利政策を含めた大規模金融緩和策というのを解除しました。 あのこのマイナス金利政策の話にはなるんですけれども、まあ、景気を良くするため結果として今この満額回答がほとんどの企業で行われたということもありましたし景気が、まあ、おそらく良くなってきたというふうな見方がある中でこの政策マイナス金利政策続けてはだめなんですか そこはいろいろなですね専門家やエコノミストなんかに聞いても意見が分かれるところでして、まず一つ、続けるべきでないという考えとしては、ですねやはりこのマイナス基準でちょっと異常な政策であることは,やはり間違いないですね。これによって、やはり何て言うんでしょう、いわばその経済にとってはもうぬるま湯状態というか、ですね企業からしたら、 もう潰れそうな企業であっても非常に低い金利でお金を借りられたりとかするとかですねそういったところもあって、はい、まあ,あとマイナス金に、まあ、よちよち歩きの経済を助けるような政策だということは日本経済自体がやっぱり弱いと海外から認識されるそういったあのデメリットはありますよね、はい、で一方仮にこれ続けるとした場合先ほどの私ですねあの総裁が物価と賃金の上昇の好循環が見込めるようになったと。 いうようなことをおっしゃったという,ふうなことに触れたんですけれども、やはりそうは言っても、ですね、まあ、ここ数年の、もちろん買い物して、ヤギ社さんもお感じになってると思うんですけれども、やはり物価が上がってるじゃないですか、はいで、ようやくこの賃金がそれに追いついて上がってきたのがこの2年ぐらい。 ただ、その物価の上昇に対してじゃあ賃金の上昇が追いついてきているかと言われると実質賃金というのがあるんですがその物価の上昇を差し引いたですねそれは実はメメリーしているんですよね。そんな中でこの上田総裁まさに昨日の会見でもですね唯一懸念としてその物価の上昇やその実質賃金の弱さなどからですね個人の消費がまだちょっと弱いかなと要は消費が伸びなければ物が売れない結果的に景気が良くならないそういったところがありますので。ああ マイナス金利解除すべきでないという人のそういう意見の人たちの中ではやはりもっともっとまだマイナス金利を続けてこのブレーキとアクセルで言えばアクセルに当たるマイナス金利でどん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 元気を流していった方がいいんじゃないかという意見もありますまあブレーキがだから金融引き締めと言われる今回の金利の引き上げになりますよねでインフレに持っていってしまえばいいんですけどもインフレってのはこれまた厄介でアメリカなんかはこの抑えるのに非常に苦労しているという現状があります その中で今回はマイナス金利解除というふうな判断に至った結果として、これ生活への影響先ほど物価の上昇という話もありましたけれどもその物価の上昇というのはここからも上がり続けていくのかはたまたこうちょっとこう落ち着くのかそういったところは生活への影響どうなんですかそうですねあのよく言われている代表的なものはやはり住宅ローンの変動金利。 今、非常にです、ね、このマイナス金利がやです、ね、ゼロ金利が非常に長くこの数字に続いた影響でお金が非常に安く借りられたんですね、今の直近でいうと本当に住宅ローンの変動金利で住宅ローン借りる人がほとんど大半でして、まあ、利率でいうと本当に0.5%を切ったりとかです、ね、そういったものもあります。 えーまあ、この変動金利というのがこの今回利上げをしたマイナス金利を解除した短期金利というものを連動しているものですからほぼ連動というかそ,のそれを元にやっているものですからやはり今後、この変動金利数多く借りている方々からすると先ほどの VTR の女性ではないですけども毎月の返済額当然上がっていくことになりかねないというところがありますよね。でもううううう個生活のの影響とととといいいかか利点でですすねそっったこころで言うとその当然あの普通預金も上がってきますこの 今回ののマイナス金の感じで今まで普通預金って本当にあの、はい、ついてるのかついてないのか分からないぐらい少ない利息だったんですけど、これが、まあ、同じように低いままではあるんですけれどもあの、もうすでに影響が出ていてです、ね、もうこの大手銀行、今映ってますけれども、ここに映っているこの大手4行に関しては、もうすでに金利をこれまでの20倍に、すでに引き上げたところもありますし、えー、これから引き上げると、もうすでに決めているところもありますね。 はい、0.001%という非常に少ない金利だったんで、まあ、20倍だっても0.02%なんですがとはいえその100万預けて今まで10円しかつかなかった利息これあの税金引かれる前ですねしかもこれがあの200円にはなるというこういうふうに金利は、まあ、イメージではありますけれども税金引かれる前なので預金を100万円預けておくと利息10円だったところがまあ200円。うん になるイメージですよというこの20倍というこの金利利息の変化ということですね、まあ、今お話にもありましたその住宅ローンの変動金利の上昇ということで先ほどの女性もここから金額上がってくるんじゃないかというふうな話を心配していました例えばこうローンの借り直しというんでしょうかプランの変更というのはそういった判断をする人も増えてくるんですかね そうです、ね、あのー、やはり固定金利のいいところというのはですね事前、あのー、にやはり35年ローンとかよく言うんですけども、あのー、毎月の支払額もちろん変動金利から比べて総額は増えてしまうんですけども一定程度その毎月毎月の返済額が変わらないという意味では非常に長期の生活プランというかですね、あのー、人生設計がしやすいという利点はありますよね。でもちろん変動とはいってもその変動金利にした方がやはり支払い総額 決して安くない額で減るわけですからそこにやっぱり魅力はありますで今回そのポイントというのはです、ね、そのマイナス金利は解除しましたとただこのどれだけじゃ解除して金利は上がったかというとマイナス0.1だったものがゼロからプラス0.1というです、ね、極めてあの低い引き続き金利なんですねこれかつてマイナス金利やる前のゼロ金利と言われた時代と同じ金利なんですがで民間の,その大手銀行なんかを取材していますと、まあ、このね 今回、利上げした金利をもとに、彼らも普通預金の変動金利なく決めていくことが多いんですけども、これぐらいの多分、その利上げであれば、おそらく来月なんかはですね、もうまだ変動金利は上げないんじゃないかと。 言っているような銀行の関係者も聞かれますでもっと言うとですね固定金利というのはある程度その機械的にですね長期金利10年物国債とかの金利なんですけれどもそこに従って上がっていくものなんですが変動金利というのはちょっとここはもう各銀行さんがですねあの個人へのその何て言うんでしょう商売といったらあれですけれども裁量の範囲でですねいやむしろこれからじゃあ逆に安くしてもっとお客さんをですね狙いに行こうとかですねいやいや、あのー、ここは据え置こうかいやそれとも各種がそれはもう各行がそれぞれ範囲 鍛定していくそういったところで、またあの面白さというのはあるのかなと思っています。すまあ、いずれにしてもですね。先ほどの女性、その変えようかなって迷ってらっしゃったんですけども、直ちに変えてしまうとですね。まあ、変えることでやはりあの。 当然、支払い総額も増えるし、あのローンって借り替えた、他の銀行に変えちゃったりとかすると、ですね手数料なんかも安くない額かかります、はい、で今の,その住宅ローンというのは、ですねあの実は私なんかも使っているんですけれども、変動で組んでおいても途中で固定に変えられるものとか、まだあるので、はい、まだちょっと、ですねしかもその今後の,そのまだどれだけまた追加で金利を上げていくか、日銀が判断するか見えない中で、ですねもうちょっと待ってもいいのかなという気はしますね。うん もうちょっと待ってもいいということはじゃあまあ今ローンをまだ組んでない人そしてこれから購入を迷っている人にとってみるとまあどうなんでしょう買うという判断ローンを組むという判断はうん。 まあしても今の段階では大丈夫っていう風に考えていいんでしょうかそうですね、まあ、あの住宅というのはです、ね、やっぱり必要な時っていうのが出てきますので、買うという判断を遅らせるというのはまた違うのかなと思っていてです、ね、はい、要はそのローンをどういう風に組むかという話になってくるので、現段階で迷っている方はやはりその辺のメリット、デメリット、その変動と固定、その辺はよく考えて、あのこう手数料とかですねそういったところも含めて、冷静に考えてみた方がいいんじゃないのかなと思います。あ そして、まあ、今、円安というふうな状況さらには株高でもありますけれどもこの2つの状況この辺りはどうなってくるんでしょうか。 そうですねあの先ほどあのこちらの、ね、VTR でも流れましたけれども、今日ょあは株価ですね、あの3月7日以来、久しぶりに市場最高値を更新しました、で為替もですね実はこれ、普通、円高になるかなと思ったんですけれども、実はむしろ昨日の耳ですね、はい、かなり一瞬、円安に触れました。これ、なんでかっていうと、普通、金利を上げる、日本の日銀が金利を上げる。 ととなるとですね日本の円の方が価値が出る可能性があるので、はい、ドルを売って円を買おうという動きは本来は出るはずなんですが、はい、ここからがちょっとまたややこしいんですけども、あのこれも総裁が言っているんですけども、結局、まださっきも言ったように、ですねマイナス金利を解除したからといって、ドカンと上げられるほど、日本経済がまだ強くない懸念もある中で、今後もですねマイナス金利はないとはいえ、あの今までの金融緩和のような状態の環境を続ける方針というのを日銀も言っているんですね。 うん、でアメリカ、今日あの中央銀行にあたる FRB が方針を決めたんですけども、えー、アメリカももっと金利が高くて5%台とかなんですけども、それを結局、引き下げずに現状維持するといった内容などのです、ね、結論を出しました、でこれ、なんでか何かっていうと、結局その、今回の日銀の決定会合前のアメリカと日本の,その金利差っていうのは変わらないかったわけですよ。はいで 今まで投資家の心理からすると、すね、その,今日の結論、そしておとといの決定会合まで、どういうふうに転ぶかわからないから、ちょっと買い控えておこうという人たちがいたわけなんですね。はい、ただ、それが結局、今朝の,の FRB の会見も含めて、その事前の報道とか予測通りだったので、投資家からすると、なんだ今までと一緒だろうということになれば、うん、やはりドルの方が強いよねとなって、やっぱりドルを買う動きが強まって、円安が進んだとで、えー、さらにその株に株関して言うと。 えー、結局、安心して、その円高に触れると輸出銘柄なんか、その円高の為替の関係で利益減りますから、売られるんですけども、はい、今までと変わらないということであれば、投資家たちも安心して日本株をじゃあまた買いましょうということで、金額が膨らんだのかなという見立てはありますこれからも、そのじゃあ、円安傾向、株高傾向というのは、まだ続いていくような可能性はあるということですか。 そうですねちょっと1回、今日大きく上がってしまって、このあとじゃあ次に、これ以上さらに大きく上がっていくような取引材料、その判断する材料ってのはしばらく見えない中では、ちょっとこれ、その証券用語で言ったところの上値が重いとかですね、そういう表現をするんですけども、ちょっと上がり方が鈍くなっていく、まあ、ただ、その下がるにしても、ですねあのこれもエコノミストなんか取材していますと、はい、結局、4万円っていうところが、もう手が底堅がいラインとして。 もう定着するのかなと、そういうしばらくそういう相場になるんじゃないかなという話でしたうんあの金利の話に戻るんですけれども、あの今後ではあの金利というのは上がり続けるのか、それともまたこうお先ほどのおっしゃっていましたゼロ金利というふうなことやマイナス金利というふうなことに戻ってくる可能性もあったりするんでしょうかこれは本当にまさに今後の経済とか、ですね物価の情勢次第という形ですね。うんはい これも上田総裁言ってますけれども、あのやはり今後、1回上げると追加の利上げがあるのかというのがわれわれ気になるところで、まあ、総裁が言うにはです、ね、やはり、ごもっともなんですけれども、今後やはり経済、まして物価、まだまだ物価、今後、アメリカのようにです、ね、インフレがずっと続いて、もう上振れすぎてしまえば、さらに引き締めるという意味で、金利の引き上げは当然ありうるだろうという見解を示しています。はい、たたたただだだそのののののままま一方で,です、ね、先ほど言っっよううにに個人消費の懸念とととかかかかかこのまま賃金だとか物価の上昇っていうのが持続的的安定的にいかなかった 場合には再度今回廃止したような金融緩和策それはマイナス金利とかも含めてですね復活させることもあり得るというようなことを示唆していますまあ要は全ては今後の経済情勢というところでまさにまあこれからスタートライン立ったかなというところですね今のこの状況というのをまあできるだけ長く続けていきたいというまあ思惑があるということなんですかね そうですねだからそういう意味では、ですね機械的に当然、ですね1回上げたからじゃあ、またどんどん 0. 何ずつ上げていこうとか、そういったものではないと思います、このあの追加の利上げに関しても、やっぱり専門家の間では、ですねもう年内は厳しいんじゃないかといった声もありますし、いやいや、年内に数回はやるんじゃないかといったような話なんかも聞こえて、これも人それぞれといったところですね結論として、ここまでのマイナス金利政策というのは、成功だったと言えるんでしょうか。 これもまた難しいところでして過去この失われた30年と言われる日本がデフレで苦しんだ時代がですね本当に終わりかけているといえば今回の,その春闘の賃上げとかでですね33年ぶりの高水準の回答が相次いでますけども終わりかけてはいるんですね。ただ結果的にこれが続かなければここのマイナス金利解除の判断は失敗という批判を浴びかねないわけです、はい、だからその企業なんかの取材していますとやはり大事なのは今後も企業は収益を上げる。 そしてそれで収益を上げて賃金も上げていくでそういった流れをですねどんどん経済をどん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 成長していかなければこのマイナス金利解除は失敗だったと言われかねないものになります。だからこれはもう日銀が がですねやったから失敗成功という我々自身がですねあの本当にこれから日本人とか日本の企業は生産性を高めて収益を高めてこの状態を続けていく努力というのは非常に必要なそういうまさにそのスタートラインだった日本経済は正念場ですよねこれから本当に失われた30年というのを終えて成長軌道を描いて再びまた日本が高く上っていくのかといったところが問われたところだと思います。なるほど ありがとうございますあの視聴者の皆様からもコメントを頂い,いているので少しこうご紹介していきながら、はいえー、質問も来ておりますのでもしお答ええー、答えられるようなところありましたら是非答えてもらえたらなと思うんですが論審査が。 ローン審査は厳しくなるんですかという質問がいただいておりますけれども高瀬さん、ここはどううなんでしょうか <laughs> ローンの審査というのはでですねやはりそのなんでしょう物件の価格に対して支払い能力とか年収だとかやはりローンを組むってやはり将来性のある人にちゃんと良しというんですけどあどのそれを与えるものなのでそこはの審査う々ぬとはちょっと違うのかなという気はしますね。うんそして まああの庶民の生活どうなるのというふうなもうあの率直なコメントも来ておりますが、うんまあ、はっきりうとなんてうでしょうマイナス金利政策の,この解除したことによるこう、まあ、メリットで一方デメリットというと簡単にに言ううと何になるんでですすかねそうですねそデメリットで言いますとやはり金利が上がったということは企業なんかはあのお金をよく、ね、借りて拡大再生産設備を投資したり物を買ってどんどん売るとか人を雇ったり増やしたりとかしますよね。 まあそのコストが当然、お金を借りるコストが上がるということは、かかったコストってやはり限界を加えればどこかに転嫁しますよね、それは製品だったり、はい、そのよく言われる不動産の賃貸収入賃貸料金だったりとか、だかそういうところに当然、人件費も上げるっていうことは、大循環、まさにあの輪っかを作るような話なんですけれども、人件費が上がる、で、物々価格も上がる、で、買う人はまあ当然お金をたくさん払う、だからまた給料もたくさん払う、このぐるぐる輪っかが回っていくわけですね。うん だからそういった意味で物やサービスの価格っていうのが上がっていくっていうデメリットは考えられますただ、これ、給料が上がっていけばいいんですよ、アメリカがまさにそれで、はい、たくさん物価が上がってるけども、どん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 その、の何て言うんでしょう、日本とやはり考え方が違うので、あの物価が上がればどんどんその価格に転嫁できると、かたや日本ってその、の何て言うんでしょう、独自のメンタリティというか、ですね値上げをなるべくしないと頑張ってしまう、うん、そういったところも働いて、なかなかそのうまく好循環につながらなかったなるほど。 一方のメリットでいうとどういったところが挙げられますか <laughs> そうですねですからその今言ったような好循環がずっと続いていけ循環の輪が続いていけば結果的にあの経済が拡大していくそれは経済拡大するってことはかつてのバブルじゃないですけども日本経済そのものが強いということになりますよね海外からお金を呼び込んだりとかということになれば巡り巡ってお金が入ってきたりして、まあ、バブル期のことを、ね、今知っていらっしゃるこの ね番組見てらっしゃる方も若い世代多くかと思うんですけど、そういう方は知らないかもしれないんですけども。もう毎年毎年良くなっていく。明日はもっと良くなるっていう生活になれば、もっとみんながお金を使ってどんどん？その景気が良くなっていくわけですよね。気にせずお金も使えてだ。そういう時代が生まれれば、それは当然メリットになるのかなという気はします。うん。そして、あの聞けるところはもうどんどん聞いていけたらと思うんですが、はい、海外と比較したらまだまだ金利が低いのではないですか？という質問も来ていますけれども。 これ,これは本当にズバリ答えられますけど、低いですねあやっぱりそうですか。そうですね、アメリカの先ほど5%ちょっとというのを申し上げたんですが、まああの、中東のトルコなんかでいくと20%近かったりとか、要はインフレをやっつけ、インフレがものすごいことになってしまったので、それをやっつけるために、ものすごい金利をつけたりとかで、そういうことが起きているんですよ。はい、インフレっていうのは、実はその先ほど、どんどんアクセルを踏んだ方がいいっていう考えもあるんですけども、行き過ぎてしまえば非常に厄介なものっていうのも、これもまた事実です。うーん ちょっとこのあと、本当に経済情勢が実際にどう動いていくかというのはちょっと注視しなければいけないということですね。そうですね、まあ、それと同時に先ほど申し上げましたようにあの我々ね働く人やですね企業がそれぞれやっぱり日々努力してもっともっといい結果を出していくことで、まあ、この金利を上げたマイナス金利解除が成功なのかどうかというのが判断されるることとになると思いますぬるま湯というふうに海外からはまあ見られ方もあるということで私たちもそこを頑張っていかないといけないと。 そうですねわ、はあ、かりましたここまでマイナス金利政策の解除に関して日銀担当高瀬光介記者に解説をしてもらいました高瀬さんありがとうございましたありがとうございました